皆さんこんにちは、山チャンネルの山健です。本日はこちら、ファミコンのマイティボンジャックやっていきたいと思います。はい、ということで、この宝箱の上でジャンプをするとこの宝箱が開くんですけど、ある程度宝箱を取りながら先に進んでいくっていう、結構単純なゲームにはなってます。敵に当たったらアウトです。まあ宝箱取んなくてもいいっちゃいいんですけど、危ね、この点数が開くので、今のこのラムネみたいなやつを取るとこうやって主人公をパワーアップさせることができるんですよ。でパワーアップすると開けられない宝箱も開けられるようになったりするので、まあ、あのコインを回収しながら先に進んでいくっていう、そんなゲームですかね。はい、1面早くもクリアです。はい、ボーナス面、ここはこの爆弾を全部取れば出口が開いてクリアになります。はい、これでクリアですね。そんなに難しくはないんですよ、最初はね。これ3段階かなんかに変身ができて、さっきの青色になると開けられない宝箱も開けられる。で2段階目は宝箱触るだけで開けられる。で3段階目は敵をその時だけ倒せるっていう。あやばいやばいやばい、危ねえ、危ねえ、あれいっか。はい、だこういうとこ取りに行っちゃうと敵が入ってきてどうにもなんなくなる。これが、あ、やばいかな、大丈夫か。今ろくなもんじゃなかったですけど、このオレンジ色の宝箱はこの青いマイティじゃないと開けられません。あっぶねー。はい、クリアです。はい、ボーナスエリア、これね、こうだったかな、火のついた爆弾を最後に取るとワープできるっていう。とりあえずやっていきます。あ、やばい、敵が多い。早く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 、あ、ピーが来ない、ピーが来た、よし。はいはい、これで2面クリアになります。通常面とボーナス面両方クリアになります。で、火のついた爆弾を最後に取ったので3面の通常面がカットされて3面のボーナス面になります。だこれで進んでいくと楽なんですけど、ただ途中でこれやられちゃうと2面からだったかな、またやり直しになっちゃうっていうリスクがあるので、はい、ここも今ワープをしました。次は4面のボーナスステージになります。ここはちょっと普通にやっていきたいと思います。すげえ分かりづらい説明だよね、多分ね。今自分でね言っててもね分かりづらいなと思った。あ、やばいやばい、カメいる、カメ、あぶね、これカメだけは危険なんですよ、動きが速くて。ちょっと待って、よし、あれカメかな、よし、危ない、はいはい、4面クリア、次は5面の通常面になります。だこっからやればまたここでやられても5面からスタートができるので、
これいけないよね。難しい。これかな？全然違う。あ、危ない危ない。あ、危ない。これなんだっけ。あ、取れた。あれなんだかよくわかんないけど取れた。オレンジマイティが一番上な。これの時はこうやって触るだけ。あ、危ない。おっとおっと、ここでいいのかな。そこにいるのは卑怯じゃん。そ、あー、あ、危ない。よし、勝った。あ、まだだ。どっちだろうこれ。あのマップがどうなってるかは全然覚えてない。開いてない。なんかあんのかな。ここでいいのかな。お、クリアになります。ここはまた、あ、取っちゃったかな。あっぶね、あいつだ、あのカメ。やばい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 。あと1個、どっち。こっちだ。おー、よし、はい、クリアです。今ワープしたかな。火がついたやつをラストに取ってれば。あ、ワープした。はい。ただここでやられちゃうとまた5面を最初からやらなきゃいけないっていう。あ、いっぱいいるいっぱいいる、あそこ。あ、あ、やられちゃった。はい、この5面、最初からじゃないんだ。こっから途中から。こっち行ったらどうだったんだろう。じゃあ、何もないんだ。あ、やばいやばい、カメいるカメいる。待って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 。あ、まずい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 、無理じゃん。こっ、あー、やーね。ここはちょっとやられたくないので一気に進んでっちゃいます。で、ボーナス面ももうワープしないで一気に進めちゃおうかなと思います。これ取るだけだったら別に。よし、これでいいので簡単です。はい、じゃあ次6面の通常面いきます。何これ、大したのがない。大したのがないし、敵増えちゃったし。敵増えちゃったよ。ちょちょちょ、待って、どうすればいいの、どうすればいいの。あーあああ、はい、ということで終わっちゃいました。ゲームレベル50とね、いう形で終わっちゃいました。また次回も違うゲームいろいろ挑戦していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。今回はありがとうございました。